タスカムソニックビューは16フェーダーと24フェーダーをラインナップしています。100万を切る価格帯でできる限りの高音質とプロフェッショナルユースに耐える機能を実装しています。今回は24フェーダーのソニックビュー24、こちらの方を開発者の声を交えてご紹介します。はい、まずは音質にこだわって実音を聞きながらチューニングした HA について聞いてみましょう。まあ、最初やはり基本的なその低域とか広域が出ないとか、あとはまあ音に力強さがないよとか、あと芯がないよとか、まあかなりたくさんのですね課題があったんですけども、まあスタジオにこもって何度もそのリトライしたことによって、まあ結果的にそのワンランク上の音を目指せたかなというふうに思います。そうですね。はい。まあ、それを目指すにあたって、まあ、設計の方では AD コンバーターとかオペアンプとかコンデンサーとか、もうあとは電源の部品にまで至るまでですね、もうすごい制約がある中で一個ずつ選んで組み合わせて、で結果的に今言ったような最終的にすごく自分でも納得できる音っていうのが実現できたかなと思います。はい、続いてはエンジン部分ですね。はい、イヤモニーが全盛の昨今デジタルミキサーでは低遅延が求められています。このソニックビューでは低遅延を実現するためにミキシングエンジン FPGA を採用しています。はい、しかも96キロサンプリング54ビットフロートという演算方式を採用していて、音質も音の解像度も抜群に良くなっています。今回完全に新規の設計ということで新たに高性能な CPU を内蔵した FPGA で信号処理を行うことにしました。FPGA で信号処理を行うことにより低レインティシーが実現できています。さらにこの FPGA では96kHz 54ビットフロートでのミキシングを行っています。これにより音が悪くなりがちなミキサーにおいてもタスカムらしくしっかりとした低域、伸びやかな高音、高解像度の音声をお客様に感じていただけると思っております。ソニックビューは操作性の良さも大きな特徴になっています。24フェーダーでしたら24本のモジュールが一切のセレクト操作なしに状態が俯瞰できるようなデザインになっています。そうですね。フェーダーに対して縦にモジュールが並んでいるので非常に分かりやすいですね。だいたい全てのパラメーターがワンアクションかツーアクションで自分の触りたい操作シーンにたどり着くことができるデザインになっています。アナログミキサー的な視認性や操作性を持たせるためにフェーダー8本ごとにカラータッチスクリーンを搭載しました。また、色だけでどのパラメーターかが分かりやすいように機能ごとにイメージカラーを持たせました。複数のスクリーンを持つことで異なるチャンネルの操作を同時に行ったり、一つのチャンネルでゲート、EQ、コンプを同時に操作することができ、いちいち画面を切り替えずに済むため音作りに集中できます。今回のソニックビューではですね、操作子部分については、Linux と RTOS という異なる2つの OS を使用しております。この異なる2つの OS 間で相互に監視を行うことによって、信頼性の向上を実現しています。操作子部分についても、タッチパネル部分を Linux、 物理スイッチ部分を RTOS とそれぞれ制御を分担することによって、全く音が出ないといった事態や全く操作を受け付けないといった事態になる可能性を避けています。ソニックビューは操作ボタンにもこだわっています。選択されていないボタンもうっすらと光らせることで暗いシチュエーションでもボタンの位置が分かって操作性を損ないません。現場の使い勝手を考慮した設計をしています。そうですね。実際に試作機を持っていきまして、直射日光下に当てまして、天日光をあえて残すということで、直射日光下でもボタンが光っているというのが見えるようになっております。直感的な操作を実現する UI でしたり、操作子の配置、感触というのは、ぜひ使って確かめていただきたいというふうに思います。他にも 32IO USB オーディオインターフェース機能、8GPIO、 7つのカスタムレイヤー、リモートアプリ、オフラインエディター、さまざまな機能があります。詳しくは製品ページをご覧ください。